こんにちは、すみです。今日は8月の10日、長男と次男が通っている保育園は夏休みの期間に入っております。今日から3日間はですね、希望保育といって、共働きの家庭とか家で保育する人がいない家庭のみ、いつもの保育園でなんと無料で預かってくれるというありがたい日なんですが、残念ながらお弁当を持参しないといけないんですよ。私だってね、お弁当いつも作ってないわけじゃないんですよ。作ってないわけじゃなくて、いつも自分の分のお弁当はちゃんと作っているんですけれども、私がいつも作っているもう残り物をぶち込みスタイルの自分の弁当とはわけが違うわけなんですね。だからもうとりあえず今日は焼きそばのお弁当にします。焼きそば弁当ってもう焼きそばだけでもう万能じゃないですか。タンパク質も炭水化物も野菜も全部入ってるから、なんかそれにちょっと付け合わせをすればいいみたいな感じで、品数も少なくても全然 OK みたいな感じでね、楽じゃないですか。しかも子供も喜ぶっていうことで、もう完璧なお弁当だから、希望保育って夏に限らず年末年始とか、なんかもうだいたい3日間ずつぐらいあるんですけど、その3日間中1日はもう必ず焼きそば弁当を入れるっていう感じでやっております。思い返してみるとね、私も子供の頃のお弁当に焼きそばがよく入ってたんですけど、うちの母親のすごいところはおかずの一品として焼きそばが入っているわけですよ。なんかもうほぼ焼きそばの焼きそば弁当みたいな感じじゃなくて、おにぎりと唐揚げと卵焼きとみたいな中に、あの焼きそばが付け合わせみたいな顔してカップに入ってたわけなんです。そんな中ね、一緒にお弁当を食べていた友達に、あのすみちゃんのお弁当ってよく焼きそば入ってるよねって言われたんですね。もうね、この頃私小学校の高学年でね、もう女子なんで思春期に突入しちゃってるわけなんです。なもんでさ、家に帰った後にね、母親にこうやって言われたからもう焼きそば入れないでとか言ったことあったなと思って、本当にどんだけ私失礼なやつ、本当おめえ感謝しろやっていう感じじゃないですか。一生懸命弁当作ってもらっといてさ、しかも焼きそばなんてもう最高やろがいって今になったら思うよね。本当にあの頃お母さん申し訳ございませんでした。急に話は変わりますけれども、私この日バリウム検査だったんですよ。人生初のバリウム。職場の健康診断の一環でバリウム検査を受けたんですけれども、あの白いドロドロの液体を胃に流し込んで、アトラクションみたいなのに乗り込んで、いろんな向き向かされて胃を撮影するっていう、あのバリウム検査ですよ。初めてだったからさ、やるのほんと怖かったよね。あ、ちなみにこの声を取っているのは後日なので、喋ってる今はもうバリウムは終わっているわけなんですけれども、バリウムの味はなんか意外と美味しかったかな。なんかもっとゲテモノみたいな味がするかと思ってたから、なんか飲んでみたらなんかリンゴみたいな味がついてて、意外と思ったより飲みやすい。でもなんていうかな、あの味は良くても、あのすんごい重いドロドロの飲んだことないような重みのものを空腹状態で胃に流し込むという作業、もう止まってしまったら二度と飲めないと思って、あの無理やり一気に流し込みました、はい、無事全量飲むことができたんですけれども、筒がなく検査が終わった後に、その後でバリウムがお腹の中で固まらないように薬を飲んで、お通じで一気に体内から出す、流し出すんですけど、もうその日の午後の仕事のきつさ、便秘でもないのに下剤を飲んだらどうなるかということは皆さんもご想像つきますよね。もう本当にその日の午後の仕事はきつかったので、もう次からバリウム検査の日は絶対午後お休みを取ろうと心に決めました。はい。で、何が言いたかったかっていうと、バリウムがどんな感じかっていう話をしたかったわけじゃなくって、あのこの日、つまりバリウム検査ということはこの日の朝、私
絶食だったんですね。もう胃の中に固形のものを何も入れてはいけない、唯一水はちょっと飲んでもいいけど水も 100ml って書いてあったんです。 100ml しか飲んじゃいけないって書いてあったんですよ。 100ml って少な、飲んだ気しないよ。朝起きたから喉ガラッガラだよ。しかも夏だから汗もかきますわ。そんな中 100ml しか飲んじゃダメという状況、そのハードな状況の中でお弁当を作らないといけないんですよ。お母さんってさ、ほんと大変やで。子供の頃は分かんなかったな、ほんと親の大変さ、そしてありがたみ、もっと感謝せっていう話。そんな話をしているうちにもうすぐ焼きそばがメインのお弁当も完成でございます。隙間ができたので冷凍の枝豆で埋めるという作戦を実行しております。完成ということで、今日も一日いい日になりますように。バイバーイ。